とんでもない化け物がかかったらしいっすね。食ってるぞ。は？撃って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 。おお。しささしささへへ。どうも吉田です。こんばんは。今日はですね、こちらマナブにいる大福丸に乗って巨大のマグロを狙いですね。40キロぐらい、40、50キロのマグロが当たればいいかなっていう感じです。で、見てる通り今日ベタ泣きですね。素晴らしい。で、今から一旦久高島行くんですかね。今まだ明るいんで久高島行って少し休んで、で夜出港して、で餌となるイカを釣って、それからマグロ釣りに備えるって感じですね。ちょっと前にマグロ釣りの企画あったんですけど、シビしか釣れなくて大きいの釣れなかったので、今回リベンジですね。今日は釣りたいと思います。それでは行ってきます。さあ現在向かってるんですけど、やばっ、えぐっ、これ、ね、新品さ、へえ、恐ろしいな。これが通常のムツ針、これでマグロ釣るっていう針なんですけど、2、3日前行ったらこの針が曲げられてたらしいです。見て、やば、とんでもない化け物がかかったらしいですね。うん、これがまっすぐなるんだ。これじゃなくて本当のマグロ、これじゃなくて、この針じゃなくて本当のマグロ針する針だったらピンってまっすぐなるらしいです。エグいな。おそらく本マグロが食ったんじゃないかっていう今話ですね。今本マグロってもう漁獲制限かかってましたっけ。だから どの道釣ることはできないですね。なので逃げてくれて、まあ、よかったのかな今回はね。いやー、しかしすごいな、新品の針こう曲げるって恐ろしいわ。そんな海に向かいたいと思います。そんな海に。しかし天気いいな、最高、気持ちいい。この前風がなかったら大変だったよ。風があった方がいいの。そうそう、夕方はよ、夜はよ、うん、今日じゃ風があるから、まあコンディションとしては悪くないと。よっしゃ、楽しみだな。警察よ、全員行こう、警察か。さあ、警察が見回りしております。お疲れ様です。久高に到着。やばい、すがすがしいな。見てこれ、太陽最高だな、これ素晴らしい。やば、皆さん見てください、これメカジキ、メカジキの角。75キロ。これ見てください、75キロの角っす。あれ、腹を取ったら75キロだから。やば、すごいな。下手したらカジキが釣れるかもしれない。うわ、すでに何者かやられたんじゃないか。血っぽいのが出てる。触った感じはチヌマンの皮に似てるな。ギザギザしてるな。すげえ。吸ってくれてみよう。うん、吸ってってたら、うん、これを改造してイカ釣る、これ加工して削って加工してイカ釣る仕掛け作るってこと。これ、あー、なるほどね。これは干してるのは、それ使うために干してる。あー、見せびらかすために。今回しかも餌のイカ釣るときに万引きカーとかが餌を食うんですよね。海面にこう万引きかシイラがやってきて餌を食べてマグロ釣りにならないことがあるらしくて、そうなった時のために私これ持ってきました。水中銃で浮いてきた万引きか取りたいと思います。これで万引きかも食べれるし、餌取りも排除できると、一石二鳥ですね。これちょっと準備しておきます。一応森も持ってきたけど、森だと狙いがねあんまり当たらんかもしれんから、水中銃で浮いてきた万引きかを取りたいかな。よっしゃ、はい、今久高島から出港しました。これから約3時間かけてマグロがいるポイント、あ、イカがいるポイント、マグロがいるポイントに向かっていきたいと思います。で、まずはイカを釣って、それからマグロを狙いってことですね。それではまた後ほど。はい、現場に到着したようです。今シアンカ投入ですね。シアンカ投入。
を回したところですね。はい、今がジャパンの塩焼かれば、はいはいはい、今日は長広さんも手伝いに来てくれてますね。はい、 OK よね。 OK ですよ。この機械の番人を今回長広さん担当らしいですね。はい、始まりました。まずは餌釣りですかね。この機械でトビイカを釣って、でこのトビイカでマグロを釣るらしいです。これに疑似餌っていうんですかね、それが何十個かついてて、バーって自動で入っていって、イカが釣れて上がってきて自動でこっちに入っていく。たまに絡まったりするから、それを止める係ですね。釣れないな。はい、ちょっとあれよりかは効率悪いですけど、ちょっと待ってる間自分これで狙いたいと思います。2個しかないけどね、これは。しかも今餌投入ですね。今餌投入。今慌ててるからパンツ一丁らしいです。お任せないからな。これマラムニの特性ですね。仕掛けの説明をすると、これがメインのあれで、マグロが釣れたらこの赤い紐がパチッと切れるらしいですね。でパチッと切れたらこのリールから糸がバーって出ていく。でこのリールから糸が出ていったら、これが落ちる。でこれ落ちてガランガランってなる。そしたらマグロが近く飛び起きてパンツ糸で走ってくるらしいです。ちゃんとマグロが食ったらパンツ履くらしいです。パンツじゃない、ズボンか。あっちも上がったってよ。機械の方でも続々と上がってきてますね。仕掛けはこっちと向こうに投入できるけど、とりあえず今こっちは今置いといて、向こうだけ今仕掛けてる段階ですね。今まずとりあえずここだけ今稼働させてるっていう感じですね。お、お上がってきた。今上がってきた。お、あっちも上がってきた。お、続々上がってきましたね。届き上がってきました。今泳いでるのがそれですね。ちょっと見えるかな。こうやって墨入って追っかけてくるらしいですね。で今入っていったら、またそれを追っかけに下にバーって潜って上がってくるときに、こうやって上がってきて自動で落ちる。お、上がってきた、上がってきた。うりー。まるじゃないですか。はい。しゃくりがここで入る。あー、なるほど。このひし形にすることによってしゃくりが入ってるらしいです。よく考えられてるな、マジで。ほい。おととい、あの仕掛けでカジキが釣られたらしいですね。なんと80キロ。やば。その時もあれがパーンと落ちたんですか。あの時はね、割と静かで、すパーンと持ってかれたんだけど、うん、その辺でうろうろしてたんじゃないかな。あー、加えてから。マラボが見て、釣れてるよ。そういうこともあるんですね。今日はじゃあ豪快に落ちてくれてほしいな、絵的に。あれから2時間ぐらいかかりましたが、ノーフィッシュです。餌はない。餌食われてるね。餌はないです。あれから、おお、すげえ、結構溜まってるね。すげえ、こっちも
ちょっと見えにくいが溜まってますね。ハワハワ行ってきた。た、いってらっしゃい。30分とか行くためだよ、餌は。餌を30分に1回変えないといけないらしいです。今回2時間半そのままでした。イカがいっぱいいるときは15分くらいで。イカがいっぱいいるときは15分で交換するらしいです。これ今サイズ分けてるの？なるほどね。明日マグロを釣るための餌を明日用で分けてるらしいですね。小さい、サイズが小さい。上等？いいぐらい。どうせ餌としては十分。いいぐらい。餌はいいぐらいらしいです。力尽きてない。だからね。なんか食いましたね。釣れた。魚が釣れました。餌確保。はい、あれから夜が明けそうなんですけど釣れなかったので一旦場所を移動するそうです。はい、餌は十分取れたので今から大きいマグロたくさん釣っていきたいと思います。おはようございます。今マグロのポイントに移動中ですね。で、移動してる間にこうやってね次の仕掛けの準備をしてます。はい、それでは次のポイントに到着しました。あ、マグロ釣れるか。今のところまだノーヒットです。見ましょう。これ前回やったやつと同じやつですか？旗流しじゃなくて。あ、本当はあっちでやりたいけどパヤオに船がいるから、それまではハンカチ落としゲームですね。
ライトフィッシュ。オッケー。いるよ。変えまして移動してきました。最後の何？うん。ここで釣ります。食った。食ったぜ。食った食った。ないよない。この辺で引っ張ったら何か出てきます。感じだよ。1キロ。気づいてる。しっかり血抜きをしてマグロ1匹目確保。よかった。また後半でこれ、これ入れて。おっしゃ。長湯がつくんだよな。長湯っぽいんだよ。カチカチつつ、なんか。うん。長湯、長湯。小さい。逃がす？逃がすよ。出すってこっちから？ああ、どれ？赤赤としてるね。そう、これでやるんだけど。変わるんだ、やっぱり冷やしたら。あれもう冷えてるから。うん。これ一回これでやろうな。オッケー。閉めるよ。ためには。うん。犠牲を伴う。あげるさ。うん。そう、餌だけなくなっていく。なんか言うたんですよ。あ、いるいる、まだいる、まだいる。え、シビかな、シビかな。シビだ、シビコアだ。こっちこっちこっち掴んでから、こっち、うん、暴れんさ、こっち、うん、じゃあ、行ったよ。これこれこれ一緒分かるよね、これで、うん、はい、ね、うん、こっちこんな下あるよ、うん、あ、こっちやるよ、こっちこんな斜めに、こうやって、あ、大きく斜めじゃ立ちでか、ちょっとこっちがつながったらこうやるべ。 あ、はいはい、あっちに行くさ、死んでよ。なんか傷ついてるね。マグロ入れます、せーの、はい。お手本です。なんか手伝ったんだよ今、うん、試しにね。今水深をいろいろ変えてやってるんですよね。あれよりより長湯ゲット。食べよう。こ
っちね。いいか、こっちか。こっちか。新しい旗流し、下に針と鉛があって、で 100m ぐらいラインバーって落として、で上に V が 1,2,3 個浮かしてるっていう状態ですね。昔より多分一番の一個で交代したよ。うん、これをまた入れてから回収します。あ、本当。じゃあ2つ旗流して食って、回収して食って回収して、こうやったら効率いいってことですね。今日流れ的にあまり流れてないな状況で、もうちょっと上だったら、本当はマグロが食ったとのこと。すげえ。帽子。さあ回収が食ってるぞ。何？誘いに来て。オッケー、待ってよ。は？打って。命中。動画的にはもう、すげえ。でか。いや、正解は旗流し漁でしたね、じゃあ。あれ、やばい。すげえ。大当たり。なんか技があるの？はい。
ください。お願いします。おお、先導命。大丈夫かな。いい感じに太ってるんじゃないですか。ちょっと。やった。すげえ。よかった。これってどうでもいいんだよね。するんだね、処理。これやっぱ鮮度保持のため。鮮度保持のため。次もあるさ、次もあるさ。シャート5引きつろう。やってみるもんだな。やろうやろう。今で何メートル落としたんですか、下に。100メーターだね。100メーター落としたんですね。釣れたら疲れも吹っ飛びますね。そうだね。うわー、すげえ。やったー。久しぶりに見たぜ、キハダちゃん。これキハダちゃんだよね。ということで今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。